はい、お疲れです。えー、っとですね、今回は前回の動画ですね、1.21、シガ大会の現地レポート、えー、第2弾後編をお伝えしようと思います。はい。ちょっとね、第1弾で結構思った以上にダラダラ喋って長くなっちゃったんで、はいえー、前半後編に分けてます。はい。ではですね、えー、次は第5試合以降の、えー、感想をいろいろと喋っていこうと思います。はい。 はい。続きまして、えー、6人タックですね。イービル、ナリッタ、ディック、統合 VS、海野、タマちゃん、ボルチン。はい。えー、この試合ですね、えー、僕の中でね、この試合のちょっとハイライトシーンがあって、海野選手の入場の時なんですけど、海野選手の入場の時に、海野選手がね、ジャケットを落として、 ちょっとかっこよく入場できなかったっていう、ちょっとそういうシーンが僕の中で今日のハイライトだったんですけど、状況的に言うとですね、あの、海の選手って、この、入場するときに、あの、ちょっとどこ、どこから来るかわからなくて、で、こう入ってきたときに、バーってあの、勢いよく入っていくじゃないですか。なんですけども、今日はですね、 ちょうどこれこ今画像、画像の中でちょっと説明するんですけど、この海の選手がこう入ってきたときに、この扉、ここの扉から入ってきたんですけど、ここの扉のところに、この海の選手が持ってたジャケットが引っかかっちゃったんですよ。で、本来であれば、この扉開けて、バッて勢いよく海の選手入ると思うんですけども、ジャケット引っかかっちゃって、落としちゃったんですよ、ジャケット。で ジャケットを拾って、もう一回仕切り直しで行こうと思ったら、そしたら、またジャケット引っかかっちゃったんですよ <laughs>。で、二回、ジャケットこの扉に引っかかっちゃって、それで勢いよくこう、パッて行けない状況になっちゃって、結局、海野選手諦めたのか、もう、スタスタと、今日は勢いなしで、普通にこう、スタスタ入ってきました。はい。若干ね、これ、ジャケット、 と、二回引っかかった時点で、海野選手ね、若干首かしげてね、ちょっと、イラってきてた。<laughs> そんな感じでしたね <laughs> いや。まあ確かに、いや、海野選手のこの、イラってする気持ちもわかるわって思いますね。うん。二回引っかかってますからね。<laughs> くそみたいな、うん。なんかそんな感じで、ちょっと不機嫌そうな感じでしたよ、今日は。<laughs> まあ、これは僕の中でハイライトでしたね。多分これ、扉も、 あの、これ、あの、体育館のこう扉だから、例えば大阪エディオンアリーナとかの扉だと、結構重たいような、あの、扉なんで、だから今回のこの扉ってね、結構ね、軽めの扉だったと思うんですよ。なんで軽い扉だと、扉開けて、扉開けても、そのまま自分、あの、扉がこう閉まるレスポンスって早いじゃないですか。 うん。だからその辺が、の計算が大きく狂っちゃって、思ってた以上に扉が軽くて、すぐあの扉閉まっちゃって、それでこう引っかかるっていうのが2回続いてしまったんじゃないのかなと、ね、いう風なところでしたね。はい。まあこれが、うん、ちょっと僕の中で今大会の一番のハイライトでしたかね。はい。で、イービルの、イービルたちの入場の時に、 あの、それまでね、会場すごく明るかったんですけども、ちゃんとイービルの入場の時は、あの、電気消してましたね。はい。ただ、片方側の照明だけは一応つけてて、一応ちゃんとね、あの、完全な真っ暗ではなく、一応、ある程度の、あの、安全性はこう、保たれるような照明にはなってました。はい。まあ、そんなところでしたね。はい。で、試合はこれどうだっどうでしたっけ確か、あ、ディック・統合が、 え海野選手から、えー、取られましたね。はい。で、今日の金的当番は、えー、ボルチンでした。はい。まあ、そんなところでしたね。はい。で、最後、まあ、一応、マちゃんもね、ファイナルなんで、最後、マちゃんの退場は、海野選手と抱き合って、そのまま、こう、引き上げていく。で、花道で、こう、ファンにこう、手振ったりとかして、それで去っていくっていう、うん、そんな感じでしたね。うん。ただ、まあ、これもね、昨日の名古屋と同様に、 どうしてもやっぱり今、岡田和彦選手のこの対談の方が集中しちゃってるんで、やっぱりマちゃんのこの対談するのって、どうしても忘れがちになっちゃうんですよね。で、このし、マちゃんの前がやっぱ岡田選手だったんで、やっぱりもう大半の目線はやっぱり岡田選手、ああ、さらばっていう、そういう目線だったんですけども、やっぱその後にマちゃん来ちゃうから、どうしても、あそういえばマちゃんもだっていう。うん、玉ちゃんはどうしても、 あ、そういえばタマちゃんもだっていう、うん、そんな感じになっちゃってるっていうのが、ちょっとね、今回玉トンガ選手の対談のタイミングもちょっと悪かったかなっていう、うんそんな、そんなのは本日の大会でもちょっと感じてしまったっていう、そんなところでしたよね。はい、えー、以上です。あ、で、ちょっとこの試合でもう一個感じたこと、ちょっと余談なんですけど、この試合中に、う、え、ん、ー、と、ちょっとね、壁の横側の方から、 なんかこうジャラジャラジャラっていうなんかすごいこうチェーンの音が聞こえてきたんですよ。あのこれな何の音かっていうとこの次の試合に控えてる真壁選手のチェーンが動く音、うん、それが壁まあいわゆるこの控室側の方ってどうですよね入場待機側の方であろう場所からこのジャラジャラジャラっていう音が聞こえてきたんですよ。 うん、で、この真壁選手のチェーンの音が試合中になんかどっかどっかしらからこだましてくるっていうこの現象ってこれ結構、地方大会あるあるなんですよ。僕、この間行った、えー、とライトキューブ宇都宮だかもしくはあの富士山メッセ大会そのときにもこの似たような現象が起きてたんですよ。うん、この真壁闘技の 試合の前になると、なんか、かすかに聞こえる、こう、マカベのチェーンが動く音。うん。これね、地方大会あるあるなんで、あの、場所によったら全然聞こえないんですよ。うん。うん、その、おそらく控室側、入場待機列側であろう場所の近くに行くと、結構、音も、音漏れして、チェーンが動く音がね、聞こえてくるんですよ。うん。 はいなので、ですねあのー、これから地方大会行く方はですねこの真壁闘技選手の試合の前辺りには、ジャらジャらジャらと謎にこうチェーンが鳴り響く音が聞こえてくるっていうこの現象、えー、ちょっとね耳を澄まして聞いていただければなと思います。はい、最初あれなんかあれ会場のなんか落ちたのかなとか <laughs>、それくらい一瞬思うんですけども、はい、真壁闘技のこうねあのチェーンが動く音。 はい、まあ地方大会名物の1個になれるんじゃないのかなと思ったりしてますはいまあまあそれはさておいて次いきますはいで続きましてですね、えー、タックマッチですねデスペ・マカベ VS 金丸・裕二郎組はいもともとはこれデスペ・ワト・マカベ VS 金丸・ショ二郎この6人タックだったんですけどもワトが欠場入っちゃって で、それと並行して、翔選手は今日お休み。まあ、こういう形になって変更されたっていうところだったんですよね。で、一応翔選手は、あのー、普通に来てました。はい。で、マイクアピールして、まあ、いつもの、あのー、地方大会、えー、地方客維持ですよね。うん。まあ、それをやったって感じですね。その後、真壁デスペ組が入っていってっていう、 そんな感じの流れで、したね、はい、でやっぱこの試合でこう改めてこう現実を突きつけられたのが、もう真壁さんがもう裕次郎からもうあっさりピンフォール取られるっていう。うん、まあ、今のこう図式を考えたら、ああ、そうなるよねっていう感じなんですけども、なんかね、 裕次郎にもあっさりこう負けるのがこう当たり前化してるこう真壁闘技っていう、うん、この何とも言えないこの現実っていう、うん、それをちょっと突きつけられたっていうところなんですよね僕ねこう真壁選手ってねまあポジション的にこう第三世代枠に入ってるんですけれどもただなんだろう永田選手とか小島選手よりも 本当扱いがこうちょっと悲しいというか、うん、永田選手と永田選手って g 1卒業する時とか一応ラスト g 1とかってこうきっちりこう見出し作ってフォーカスされたりして卒業していったんですけども真壁選手って別にそういうラスト g 1とかそういう前ブルとか全くなく気づいたら2019年。 19年以降からあっさりこうエントリーされなくなってそこから特に何もフォーカスとかされることもなくもうしれっともフェードアウトしていくっていううんなんかそういうなんかこう格の落ち方をしてったんでだからねなんかこう永田小島ラインよりもこう一番こう割り送ってる格落ちをした感が僕の中ですごく強いんですようん。 なので今日のね裕次郎にこうあっさり負ける真壁トイっていうのにこう現実をこう改めてこう突きつけられるというか、うん、まあそんな感じだったんですよね一応この裕次郎のビッグジュースで撮られたんですけどその裕次郎のビッグジュースの前に一回翔選手の,あのトーチャーツール攻撃 まあこれを一回挟んでるから、まあそれのダメージがでかかったからっていう、そこの、まあ、補正効果は一応あるっちゃあるんですけども、ただね、裕次郎にもあっさり曲げる真壁投議は、うん、ちょっと悲しかったなっていう、まあそんな感じを思ったっていうところでしたね。はい。まあそんなところですね、うん。で、特にまあそれ以外の動きっていうのは、うん、まあ大きい動きはなかったかなっていう感じですかね。うん。 ま、そんなところでしたね。はい、以上です。はい、で、最後にメインイベントですね。えー、ジャストファイブガイズとロスイングの、えー、いつもの、えー、12タッグマッチですね。はい。で、この試合は、最後、高木選手が、高道のく選手から、えー、フォールを取るんですけども、ちょっとね、新しい目玉が、今日は、リュウコンパワーボム。高木選手のパワーボムで、高選手からフォール取ったんですよね。 これ結構珍しいんですよね。僕の肌感、高木選手がこうパワーボムでこう勝利するっていうのは、多分これ今回初じゃないのかなって思うんですよ。ただ、これがフィニッシュホールドにしていくっていうわけではないとは思うんですよ。あくまでまあ中盤のつなぎ、うんまあ、メイドインジャパン的な感じのポジションですかね。うんまあ、言い方はあるですけども、こう格 落ちの選手には、まあ、いわゆるこう、準フィニッシュとして、まあ、リューコンパーボムっていう、うん、その辺も今後ラインナップしていくのかな、みたいな。うん。まあ、もしくは、この準フィニッシュにするために、まあ今回はちょっとお試しでやってみたみたいな、まあそんな感じっていうところですかね。はい。まあ試合に関してはそんなところで、うん、まあいつものロスインゴ対ジャストファイブガイズっていう、うん、そんな感じでしたね。 はい、で最後試合後に、えー、今回勝った高木選手が、えー、マイクしてまああのー、高木式あの演説式のマイクで結構長かったっすよ多分3分ぐらいは喋ってたんじゃないですかうんで,で高木選手が結構喋ってでちょうどいいちょうどよく切りぐらいになった時に「あそろそろ今年も駆け上がっていくぞ」っていうそれで締めるのかなと思ったら内藤選手に「 最後バトンパスして8本締めで終わるんですよ、うんいや。この一連の流れがすごく良くてあの高木選手のねこの内藤選手にこうマイクを振るのがすごくこうさすがだなというか最高のこうお膳立てをしてこう内藤選手にこうマイクをつなぐっていうねこれがやっぱさすが高木慎吾だなっていう、うん、そんな感じだったんですよね。 一応、公式見たら、この高木選手がこの内藤選手にこうマイクをつないだ下りが、ちょっとはぶられてたんですけども、ちょっと僕の記憶で、ここのシーンのえー状況なんですけども、で、高木選手が、えーっと、なんて言ったっけかな。あ、今すごく寒いけども、リング上は俺らがどんどん熱くしてやるからな、みたいな。よし、俺の言いたいことは以上だ。 と言いたいところだがっていうふうに、えー、ちょっとこう、切り替てすんですよね。で、そんで、お俺の言いたいことは以上だが、だがしかしだ、東京ドームで俺は負けて、そして、ヒロムも負けた、それから、ヨウタも負けた。だがな、この中で一人だけ輝くベルト持ってるやついるよな。 そこでだ、そんなベルトを持ってる、この男に、最後、締めてもらおうじゃねえか、みたいな。こんな感じで、内藤選手に、こう、マイク繋ぐんですよね。うん。まあ、やっぱ、りこれ、この流れ聞いちゃうとね、場内のね、テンションやっぱ上がるっすね。うん。普通に高木が締めて終わりかなと思ったんですけども、うん。え、内藤の発音あるんじゃんっていう。うん。だからね、この高木選手のね、この、 内藤選手へのね、このバトンの私はね、が、う、ね、ん、やっぱお見事というか、うん、そんなのをちょっと痛感するこのつなぎだったんですよね、うん。で、そのバトンを受けて内藤選手が、ブエナース、ノーチェンス、えー、長浜ーっつって、うん、で、そのまま内藤選手が八本締めをすると、うん、まあそういうエンディングだったんですよね。うん、で、この地方大会で八本締めを を聞いて思ったんですけどもやっぱりねこの内藤選手のこう破本締めの破壊力って半端ねえなってすんげえ思ったっすねあのー、なんだろうなこの地方大会って特に今日のカードって別にいつもの普通の10人タックマッチでこの白熱した試合を見た後のこの満足度っていうわけではないんですよねうん。 あのビッグマッチでこうタイトルマッチを見終わった後の,このメインイベントの満足感とかそういうのではないんですよ。やっぱ1人タッグメインなんで。なんですけども、やっぱり最後、8本締めでこう大合唱で終わるっていう、そうなると、あのいくらメインのカードが別にあの普通の1面タックマッチでも満足度半端ですよね。うん。8本締めをやった時点で、あの、この、 なんだろうなこう爽快感というか、うん、この満足度がねあのもうお腹いっぱいになるっていう、うん、なんかそんな破壊力持ってんなっていうのを感じたんですよね僕もあの地方大会ノーテレビで一面,面のタックマッチでメインイベントを締めるっていうこのシーンってほとんどなかったんで、うん、なんで 内藤選手も都内の大会でこうメインイベントを締めるのって結構限られてるのでなのでねこう地方大会行ってでなおかつ特にタイトルマッチでもない普通,の普通の試合でこのハポン締めを聞いて改めて気づくこのハポンの破壊力、うん、そんなのを、ね、すごく痛感したんですよねうん、うん、まあ正直ね今日のハポン締めを聞いて あの今回の大会岡田選手のへの歓声よりもやっぱこの内藤哲也のね8本締めの時の方が圧倒的にこの歓声がすごかったなってこう印象を残ってるんですよ。まあ、これ個人差もあるしどうしてもその岡田選手への歓声の,のテイストと内藤哲也の8本締めに対してのこのお客さんのねこの歓声の,のテイストは違うんで。 ここを全く同じ比較にするのはどうかとは思うところもあるかもしれないんですけども、まあ、ただまあ、客観的に、うん、この、この会場の雰囲気、えー、お客さんのこの、ねね、声量とかを、まあ、僕独特な感覚で言うと、やっぱ岡田和親のファイナルの声援よりも、内藤哲也のこの八本締めの、 うん、この声量っていうのは、まあ、すごかったなっていう、うんまあ、そんな感じを思ったってとこですねなのでちょっとねそれを痛感したからこそ今この岡田選手の、えー、対談騒動で、うん、今後の,新日,本プロレスの新日本プロレスが不安視されてる状況なんですけどもただそれはそれででもこのあと数年後にやってくるであろう 内藤選手の第一戦から退くもしくは引退であるとか、うん、内藤選手が表舞台から姿を消していく未来を考えた時にこの内藤哲也の穴埋め、うん、ここもこれからの新日本プロレスのとてつもない大きい課題かなって思ってるんですよ。うん、やっぱりこのの内藤選手のような 内藤選手のこの独自のこのカリスマ性そしてこの圧倒的なこのねハッピーエンドを作るこのハポンの効果であり、うん、ここを生み出せるの生み出せる選手もなかなか出てこないしこれから果たして出てくるのかどうなのかっていうそんな疑問は思ってるんですよ。うん、でまあこれ僕前の動画で言ったんですけども。 岡田和親選手に代わる選手は正直いないのが現状なんですよね。岡田和親のような120%の完璧なレスラーって出てこないと思うんですけれどもただ内藤哲也のような圧倒的なカリスマ性支持率を作れるレスラーここもこれから先出てくるのは難しいかなとは思ってるんですよね。うん なので、まあ、今はね、どうしてもポスト岡田、次の岡田のポジションになる選手っていうのが、えー、フォーカスされるんですけども、うん、そこと同時並行で、次の内藤哲也が誰になるのか、うん、その辺もちょっとね、同時並行で、えー、ちょっと見ていこうかなっていう、うん、そういう気持ちになった、今日の内藤哲也の、えー、最後の締めだったかなっていう、そんな感じですね。はい で、まあ、これもね、前僕が喋ったんですけども、一応次のポスト岡田、うん、そこに関しては、この選手であれば、うん、ポスト岡田になるべくスターになれるんじゃないのかっていう選手は、僕の中でも、うん、固まってるので、うん、そこが実現してくれれば、徐々に岡田和親の穴は埋まっていくかなと、うん、岡田和親の影っていうのは、 徐々にこう忘れていける存在になるのかなと思うので、はいまあ、ちょっとね、話がこう、いろいろ2点3点しましたけども、うん、まあ、いろいろね、ただの地方大会ではあったんですけども、うんまあ、いろいろねこうしあの、感じる収穫が多かったっていう、うん、そんな、えー、今日の長浜大会だったかなっていう、そんな感じでしたね。はい、えー、以上ですね。はい、えーてな感じで、えー、前編後編に分けて、ちょっとなすんげえ長くだらだらと、えー、しゃべっちゃったんですけども、はい。 需要あったのかどうなのか、はい、ちょっとね、内容がね、いろいろ喋りすぎたんで、まとまりがいつも以上になかったんですけども、はい。まあそんな感じで、うん。まあ結果的に、まあ行ってよかったなっていう、そんな感じの日でございましたね。はい。でね、僕もね、こういう地方大会、ノーテレビの配信だと、なんだろうな、まあノーテレビ配信だからこそ、このね、現地レポートってね、こう、しっかいあの、やりがいがあるというか、うん。やっぱりね、 多分今こ今、プロレス系 YouTuber ってね、まあ、い,ろいろいろいっぱいこういるんですけども、このね、ノーテレビのね、現地レポートをする、まあ、そういうプロレス系 YouTuber って、多分まあ、今んところ僕だけかなと思ってるので、はい。なのでね、他の他社であの、このカテゴリーはないので、うん、だからこそね、僕もこう、喋っててこう楽しくなっちゃうんで、 うん、だから結構こう、結構こんなにね、こう長く喋っちゃうんですけども、はい。まあ、まあ、こういうね、あの、地方大会行って、こう、レポートあ、レポートを上げる、そこまでがワンセットで、まあ僕のね、今のこう、地方大会、ノーテレビの配信の大会の楽しみの一個かなっていう、まあそんな感じではありますかね。はい。まあそんなところでございました。はい。はい。えー、ってな感じで、まあいろいろ喋ってきましたけども、結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、 今日この滋賀大会を行ったことによって、岡田選手の残りのラスト試合、岡田和地かファイナルカウントダウンツアー、これを一応全部全通させていただきます。ってこと。